全国のゴロちゃんファンがもう喜んでますね。ゴロちゃん、ゴロちゃんどうですか、えなかひとみの漫才としてのセンスは。センスはどうですかね。あ、ほぼゼロに等しい。やっぱり演歌できた方がいいんでしょうかね。えなかさんは歌手に専念してね。今ね、ダメかな。後ろでね、カブサイモンがね、はいはい、今度はエナカブっていうグループを作ろうかと悩んでたんだけど、やめようかなと。カブザイモン、あとは任せたにゃ。悩んでますけど、まあ、カブザイモン鍛えてやってください。鍛えてください、頑張ります。はい、ゴロ、はい、ちゃんどうもありがとうございました。デブマスクさんもありがとうございました。ありがとうございました。デブマスクさん、あれだけね、運動したらば、2000キロカロリーぐらいは消費しますよね。ずいぶん痩せましたもん。さっき L だったのが S ぐらいになってますね。そうですね。だいぶなんか、はい、お痩せになったよ、ね。お痩せになって、られなくなっちゃいましたね。すいません。また次の出番までちょっとそこで。マジで？はい。ずっとそこ。さあ、次はね、また素晴らしいね、はい、そうなんです、パフォーマンスを見せてくれると思いますけど、はい、千葉県の柏市の、はい、ゆるキャラでございます、はい、妖精です。妖精です。はい、カブザイモンさん、お願いします。お願いします。素敵な音が聞こえる。私が奏でたのよ。さすがデブマスク。カブザイモン、カブ、今スタンバイするからちょっと待って、カブ。テーブルクロス引くカブ。テーブルクロスまだ。今日はいつも以上に白いね。どうしたの？初めて神楽坂マッシュレコードさんに呼ばれてきた株けど、あの新しい拙者の株ギャグというか、このカズーを使った、いや、このカブーを使ったこのカブーギャグを皆の衆に披露したいと思う株。それでは行く株よ。拙者好き、あ、エコーあり株。好きな部活がある株よ。なに？サッカー。3、2、1、カブザイモン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 、カブ
それではカブね、ここで拙者のカブザエモンクイズ。一体次の拙者のカブギャグがカブギャグで来るのか、それともこのカブギャグで来るのか当ててほしいと思うカブ。それでは1カブよ。拙者好きな野球チームがあるカブよ。広島。はい、カブギャグだと思う人。カブギャグだと思う。お、意外に多いカブね。カブギャグ、カブギャグだと思う人。誰もいない。せっかくこれ持ってきた。誰もいない。1人2人、そんないない。それでは正解は、拙者好きな野球チームがいるカブよ。広島かー。最初の曲を披露したと思う株けど、あの振りがあの3つある株から、みんなの衆でやってほしい株、3つある株からね。1つ目の振り1株よ。頭パッチン開いてくるりんぱ、これ株よ。1回目は見てるからわからない株けど、2回目はそうはいかない株からね。1株よ。頭パッチン開いてくるりんぱ、これ株よ。いい株か。だいぶ一人しか盛り上がってない株け、大丈夫株か。あり株、あり株。そして2個目。おっとっとっと、おっとっとっと、パッチン開いてくるりんぱ、これ株よ。いい株か。1回目見るだけだから分かる株けど、2回目はそうはいかない株かね。おっとっとっと、おっとっとっと、パッチン開いてくるりんぱ、これ株。いい株か。いい株ね。それではあの3つ目、これみんなの種多分得意株。1株よ。パンパパン株、パンパパン株、パンパパン株、パンパパン株。パンパパンはみんなやってくれる。叩くだけなら簡単。そういうこと株か。パンパパンが一番やってた株からね。びっくりした株。それではみんなの種聞いてほしい株。カブザエモン体操。ライブにはハプニングがつきものかな。カブザエモン体操はじめ。はい、パンパパン。
ミナロッシュ、今日はここに来てくれてありかぶ。そして活動限界が10分なのに25分やらなきゃいけないかぶけど、これ一体どういうことなのかだいぶびっくりしてるかぶよ。そしてだいぶ10分が活動限界かぶからね。だから25分かぶから15分のその先が見えるかぶからね。ミナロッシュ、それも楽しみにしててほしいかぶ。ミナロッシュ、それではラストスパート行くかぶよ。本当に10分が活動限界なんだかぶけど25分間かぶからね。だから拙者 のオリジナル曲を4曲やるかぶから、これで今1曲終わったかぶからね。2曲目はかぶね、1個だけ振りがあるかぶから、みんなの衆でやってほしいかぶ。1かぶよ。かぶざえもん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 、これ簡単かぶね。かぶざえもんって、かぶざえもんって言った時にかぶざえもんってやってくれればいいかぶから、いい株か。シーン。3万人いる株よね。3万人いるんだ株ね。ああよかったか、よかった。おつかぶ。まだおつかぶしてないか、まず。今やってる最中株か。それでは皆さん聞いてほしい株。拙者株ざえもん。株株株株株。柏が誇る株の妖精、株ざえもん株ざえもん、踊る根菜リズミカルに株ざえもん株ざえもん、白い体に赤い唇株ざえもん株ざえもん、ギャグはそんなに面白くないの株ざえもん株ざえもん、世間のみんなが思うほど拙者のメンタル強くない、だから空気を読んで盛り上がって踊る踊る今日も踊る株株ざえもん株ざえもん、皆の衆の声が聞きたくて株ざえもん株ざえもん、野菜根菜楽しみなさい株ざえもん株ざえもん、朝日が昇るまで、配信株ざえもん株ざえもん、光合成は死活問題株ざえもん株ざえもん、世間のみんなが思う通り拙者はまだまだ未熟者だから、グッズと知り買って応援して歌う歌う今日も歌う株株ざえもん株ざえもん、皆の衆の笑顔が見たくて株ざえもん株ざえもん、ワニもサイも踊りなさい株ざえもん株ざえもん、拙者がスーパースターになるまでもう一回踊る踊る今日も踊る株株ざえもん株ざえもん、皆の衆の声が聞きたくて株ざえもん株ざえもん、野菜根菜楽しみなさい株ざえもん株ざえもん。
ゴールまで。拙者の唯一のバラードを歌って熱を下げたいと思うか。アリカブ。それでは皆の衆聞いてほしいか。拙者のこのカブバラードを歌うのは去年の大塚ディーパというところ以来かぶから、それ以来歌ってないかぶね。そして畑の中で過ごしてるかぶから、練習とかしてないかぶからね、だからだいぶ不安がたっぷりなんだかぶけど、皆の人温かい気持ちで目で聞いていただけると嬉しいかぶよ。それでは皆さん聞いてほしい株。春が来るまで。世の中は矛盾ばかり、根も葉もないことばかり。そんな世界はごめんだよ。平和になるまで眠ろうよ。だからもう少し、もう少し、もう少しだけ。土の中にはいてはダメかな。だからもう少し、もう少し、もう少し。時が経つのを待ってはダメかな。アリカブ。君が言う日に焼けた人が好き。拙者の肌は土の中。しかも実は拙者は身より葉っぱの方が栄養価が高い。だからもう少し、もう少し、もう少しだけ。土の中にはいてはダメかな。いつか黄色く小さな花が咲いたら、あなたのもとへ届けるから、あなたのもとへ届けるから。アリカブ、アリカブ、ちゃんと歌えたみたいかもね。よかったかも。私もそれ思った。あ、本当かぶか。口パクじゃないかぶよ。それではかぶね、皆の衆、悲しいものでいよいよ最後の曲となってしまった。あー、いい、いい、それでこそ3万人、それでこそ3万人。あー、いい株、いい株。あー、いい、嬉し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 い。40分、40分。それじゃ活動限界とうに超えてるからですけど、あと10曲やって。
10曲やって。10曲ってずっと同じ曲やらないといけなくなるかぶけど。歌舞伎役は200あるかぶ。200以上ある。300って聞いたけど。いっぱいあるかぶけど。135番目。あ、じゃあ200番目やって。200番目が突然かぶれ。しかもまさか味方側から来るとは思われて、だいぶびっくりした。これじゃあ、何番つったかぶるか。200でも135でもいいや。あ、じゃあ135番、カブザエモンのカブギャグ。拙者好きな虫がいるかぶよ、カブトムシ。アリカブ。社長、それ最後の曲かぶから。まだやらないかぶ。皆さん、最後かぶがね、最後は最後1個だけ振りがあるかぶから、ノリノリな振りかぶからね、皆さん衆でやってほしいかぶ。1かぶよ。カーブカーブカバンピースカーブ&ピース。いいかぶか、エコー気持ちいいかぶか。カーブカーブカバンピースカーブ&ピース。いいかぶか。難しいかぶ。あ、難しいかぶか。やっぱ見直しはパンパンの方が得意なんだかぶかね。じゃあ分かんない方はパンパンやっていただいて。いいかぶか。じゃあラストいいかぶよ。カーブカーブカーブピースカーブ&ピース。いいかぶね。ちなみにこのカブとカーブがかかってるかぶからね。いいかぶか。それでは皆の衆、聞いてほしいかぶ。世界を平和に、カーブ&ピース。あそこの八百屋、根性悪さ根菜だからね、今夜はみんなをコントロール。イケてる拙者はビートに乗って、いけないお主はピースを食べて、そこの角を右にカーブすれば広がる畑はダンスフロア。みんなの衆、カブ&ピース。
ますカブザエモンでした。またカブ。最後歌ってなかったカブか。口パクにもなってないね。そうかもね。アイシーさん、ボルちゃん厳しいぞ。はい、ありがとうございました。リカブ200番目の方が痛かったな。素晴らしい素晴らしい。もうなんかね、カブザイモンワールドでしたね。アリカブすごい踊り上手い。拙者のライブが終わった後だいぶこの辺散らかる散らかったりするんですけどね。だいぶ散らかるカブザイモン。はい、もうみんなね、カブザイモンのね、はい、魅了されてたと思うんですけど、ね、そうですね、感動しました感動しました。はい、これやっぱ畑の中で練習するんですか。そうカブね、畑の中で畑の中だと動けないカブからイメージトレーニングカブ、ね、イメージトレーニングって大事ですね。聞いたところによると、うん、カブザイマンさん、畑の中にもう5年ぐらいいらっしゃるそうですけど、はい、なかなか出荷されないんですね。そうか、仲間たちはどんどん出荷されていくのに、はい、拙者だけなぜか出荷されないカブよね。それはなんか美味しくないんでしょうかね。拙者もその美味しい美味しくないを通り過ぎて、うん、妖精になってしまってるカブから。なるほど。まずカブ妖精化してる、ね、カブなのに喋れてるカブから株なのに都内出てこれる株から。なるほど、だからじゃあシワのために株のためにね。そう株ね。さあ、野菜がだいぶ高くなってますけども。そう株ね、はい、株はどうでしょう値段は。株も高い株かね。株が上がるといいんでしょうかね、日本経済にはね。株が上がるとやっぱ株主も喜ぶ株かな。はい、株がどんどん上がるようにね。そう株、皆さんもぜひ期待してほしいと思いますが、さあ、はい、目永ひとみさんがこの格好で出てきました。はい、これは何でしょう。これは阪神タイガースのユニです。はい、はい、カブザエモンさんは好きな野球チームがあるそうですね。拙者、はいはい、はだってもちろん広島カーブ。さあここでね、江中ひとみさんとカブザエモンさんで野球対決をしていただきたいというふうに思いますね。はい、じゃあまずはピッチャーがね、カブザエモンさんで、ね、はい、得意のボールとかいろいろありますので、そうかぶね、あるひとみさんが打てるかどうかちょっと注目してください。そうかぶね、はい、じゃあちょっとね、DJ ゴロゴさんとともにね見ましょう。はい、いくかぶよ、拙者の魔球。ピッチャー振りかぶって第1球投げました、カーブ。江中ひとみ打ちました、大きいファール。はいはい、ワンストライクノーボール。さあ2球目です。はい、はい、頑張ります。いくかぶよ、ピッチャー振りかぶって第1球投げました、カーブ。打ったー、大きい、入ったー、ホームラン。やりましたね、中さん。やりました。はい、はい、さあ、五郎子さん、五郎子、どうでした今のバッティングフォーム。よかったですね。よかったですね。はい、ありがとうございます。言わされた感が。五郎子さん、なんかその自分の権限はない株かな。五郎子さんね、あまり喋らない。あんまり喋らない。寡黙な方なんだ。寡黙な方なんだ。だから言わされちゃう株。見事なね、ナイスホームランでした。はい。はい、それでは、江中ひとみさんが、このユニフォームを着てるので、はい、当然ね、はい、日本国国歌、六甲おろしをね、歌ってくれるということで、みんなね、これをね、踊って祝福したいと思います。じゃあ、五郎子さんも踊りましょう。
年